H 副食は穀物豆類野菜芋類果実海藻類きのこ類魚介類発酵食品をバランスよく摂る副食は食事量の半分以下とする主食の玄米以外の副食は穀物豆類野菜芋類果実海藻類きのこ類魚介類などをバランスよく摂ることが必要ですがいずれの食品も新鮮な季節の旬のもので 可能な限り、無農薬の有機農法で作られた作物を摂取するようにします。いずれの食品も輸入品は避けるべきです。1: 穀物と豆類。麦、ハム麦、アワーはキビキビ、ヒエヒエ、トウモロコシ、そばなどの穀物や大豆、ショウズ、黒豆、エンドウ豆などの豆類は全て種子であり完全食品です。これらの穀物や豆類は 主食に準じる食材として食事の基本となります玄米に少しずつの麦ハト麦アワーはキビキビ冷え冷え大豆ショーズ黒豆を加えて炊くのも良い方法です加える種類やその組み合わせを少しずつ変えればいろいろな味が楽しめます日本では昔から五穀として穀物が重要視され 皇室や神社が行う新イナ祭や大大女小祭祭も穀物の神に感謝し、五国宝上と国家安全を祈る祭りです。そばは、そば粉をこねて細く伸ばして食用とされています。そばとは、一般に日本そばと小ばる薄茶色のもので、黄色い中華そばのことではありません。そばには抗がん作用があり、玄米などが食べられない場合は、 蕎麦や湯だけでも効果があります。2野菜と芋類野菜は白菜ほうれん草キャベツレタスネギ玉ねぎパセリセロリ小松菜春菊のように葉や茎の部分を食する葉菜類と人参、大根、ごぼう、ハスネカブらのように根の部分を食する根菜類に代別されますこの他にもスイカキュウリトマトナスピーマンのように のの部分を食すするものもあります芋類には根本的には根菜類と同じでさつまいも里芋じゃがいも山芋などがあります原則的に生で食べている野菜サラダにして食べている野菜は生で食べた方がいいでしょうこの場合はよく洗ってよく噛むことが必要です草食中の牛などは4個の胃を持ち食べた草を 何回も口に戻ししして咀嚼し直しますこれを半数位と言いますが人間も生の野菜を食べる場合はゆっくり噛むことが必要です消化不良で下痢気味の状態が続くときは少し煮たきした野菜を食べるようにしますまた香だし器のようにこすったりおろしたりして食べてもいいでしょうこの場合もまれ飲みしないである程度 口の中で咀嚼し唾液と混ぜます。野菜は無農薬の有機栽培で新鮮なものがよく購入したらすぐ食べるべきで冷蔵庫で長期保存することはよくありませんまた一旦包丁で切ったら切り口より野菜の水分や気が失われるので切り刻んだらすぐ食べるべきです野菜の木とは野菜の持つ生命力を意味します また、野菜の切り口は、すぐに酸素により酸化され変成します。リンゴや大根をこすりおろして、しばらくすると、茶色く変色するのは酸化による減少です。ただし、寒い冬の間は、生野菜の生殖は少なめにするようにします。寒い間は、鍋物として煮炊きすると、体が温まります。野菜は、前述のように花、根菜、 身に分けられますが、この3種類をバランスよく食べることが必要です。菜食というとキリギリスのようにキャベツやレタスのような葉っぱばかり食べているように考えている人がいますがこれは間違いです大根や人参のように葉も食べられる野菜はなるべく両方食べるのがいいでしょうせいで食べられない野菜は煮てスープにしたり 味噌汁の中身、具として食べるのがいいでしょう。ただし、煮すぎや焼きすぎは、ビタミンなどの有効成分が破壊されるので、ほどほどにしてください。冬などは、体を冷やす生野菜の生殖は少なめにして、鍋物や味噌煮込みとして食べると、体が冷えません。抗がん性の強い野菜には、次のようなものがあります。根菜類では、人参、ごぼう、ハスネ 要塞類ではキャベツ小松菜パセリほうれん草青しそ春菊よもぎみつばセロリネギニラ身ではかぼちゃナスピーマンごま銀杏、トマトなどその他ブロッコリーカリフラワーニンニク、玉ねぎラッキョウ、グリーンアスパラガス貝割れ大根もやしわさびみょうが生姜、うがずいき芋類,類では里芋山芋さつまいもじゃがいもは抗がん性が強い食品です。 体が冷え、血液循環が悪くなると、癌にかかりやすくなります。このため、あまり体を冷やす野菜ばかりを食べないように注意します。体を冷やす野菜とは、要菜類でキャベツ、白菜などです。逆に、体を温める野菜は、根菜類やミヤイモ類です。がん治療のためには、根菜類などの体を温める野菜を、要菜類より多めに食べるようにします。 要塞類を食べないということではなく割合をやや少なくするという意味です暑い夏は要塞類をやや多めとし寒い冬は要塞類はやや少なめにとるようにします3海藻海藻には一般的に高い抗がん作用がありますのり昆布はかめテングサトコロメカブなどがあります昆布は 味噌汁や鍋料理のだしとして最適で、だしとして使った場合は、捨てずに最後に食べるといいでしょう。魚粉末や化学調味料のだしは、よくありません。海藻は、汁物に入れるか、酢のものとして食べるのがいいでしょう。天草の煮汁を固めたところ点を凍結乾燥した寒天は、多くの食物繊維を含む有用な食材です。寒天を、 色々なおかずに加えるいいでしょう4果実好みである果物は長い進化の過程で植物が動物を引き寄せて食べてもらいその種を動物に運んでもらうために発達させたものですこの共生関係は驚くような生命の神秘です新鮮な果物は重要な抗がん食品ですが糖分が多いため食べ過ぎは禁物です 果物の中には、いちご梅、梅干しとして一軸、みかん、あんずもも、すもも、りんご、かき、夏目め、びわ、さくらんぼ、スイカのように、薬用になるものもあります。日本産の無農薬の有機栽培の果物を、できるだけ新鮮なうちに皮も食べられるものは、皮ごとよく噛んで食べるといいでしょう。ジュースにすると、新鮮さと食物繊維が半減するほか、吸収が良くなりすぎて、 血液の中のブドウ糖の根が上がり肥満や糖尿病の原因となりますがん治療食では一切のお菓子類は禁止となりますので果物をお菓子代わりのおやつとするのがいいでしょうバナナパインアップルグレープフルーツオレンジのような外国産果物は食べない方が無難ですただし沖縄の人ならパインアップルは食べてもいいでしょう5キノコ類 キノコ類は非常に抗がん性に富んだ食物ですしいたけからはレンチナンサルノコシカケからはクレスチンという抗がん性物質が抽出されており医薬品として使用されていますその他に抗がん性の強いキノコとしてエノキダケ、マツタケマイタケシメジキクラゲなどがありますサルノコシカケの一種であるレイシバワガンだけでなく オイズ長寿やあらゆる難病に効果があるとされています。キノコは煮たり焼いたり、吸い物や味噌汁の実としたり、いろいろな料理方法があります。しいたけはだしとして昆布と並び王者といえます。最近もてはやされているアガリクスやメシマコブもキノコの仲間です。6魚介類がん治療食では動物性食品は。 原則として禁止となりますが、魚介類は例外となります。摂取量は全食事量の1割以内とします。新鮮な魚介類を刺身として食べるか、焦げない程度に焼いたものか、また煮たりしたものに限ります。燻製や干し物や缶詰等の保存食や、ちくわかまぼこの類の加工食品は禁止となります。食べてよい魚介類は、 頭から食べられる小魚と白身の魚と貝類に限り新鮮なものなら適当に焼いたり煮たりして食べてもいいでしょう脂の多いうなぎイワシサバサンマアジブリや赤身のマグロ鮭などは病状が安定してからなら少量は食べてもいいでしょうガニやエビも病状が安定してからにした方が無難です刺身は新鮮さからすれば 理想的な食べ方となりますが殺したすぐいの新鮮な刺身でないといけませんし寄生虫や食中毒の危険もありますそのあたりのスーパーで売っているよう刺身は食べない方が無難です7発酵食品と大豆加工品味噌、醤油、納豆は日本が世界に誇れる発酵食品でいずれも抗がん性に富んでいます味噌は 味付けや味噌汁として、醤油は、調味料として広く利用できます。大豆からできる納豆、豆腐、豆乳、おからも、有料タンパク質を含む健康食品です。これらの発酵食品は、その原材料と同時に、発酵を司る生きた細菌を摂取していることになります。これらの細菌は、体に害を与える病原性細菌と違い、 腸内に矯正している腸内細菌のように体に良い,い作用をする細菌たちと言えます。よって発酵食品も生きた生命力にあふれる食品であると言えます。乳製品ではヨーグルトが発酵食品で、これだけは少しは食べてもいいでしょう。